と、それから目覚めます最初からっていうのも長年その今日関心持っていろいろあれこれと考えてたんですけども、1981年にこのブルチロワス・クライファーの3人で選挙客問題に対して団体法というのが示されて、その団体法が持っているその組み合わせ最適化問題のインプリケーションですね、それが非常に大きなものがあるという、その非常に重要な論文を書いてて、その中の一つに熱の上関節最小化もこういうふうに解けますよっていう、でそういう話があって、そこでは弱多公式時間アルゴリズムって言いますけども、そのデータを表すその、データのビットレングスに依存するような多公式アルゴリズムが示されています。でこのアルゴリズムの時に団体法というのは組み合わせ的でなくてあまり使いたくないという、組み合わせ的にうまく解けないかというのが、一つ の問題として残ったんですね。それで、この3人 この論文をベースにして、3人がその本を書いたんですね。その本が1988年に出てますけど、その中でこの弱多公式アルゴリズムが強多公式化できるという、そういう形で議論が展開してます。これ実は1987年にそのマーティン・グルチェルから本書いてるんだけど、その強多公式時間アルゴリズムが見つかったよって言われて、ちょっと焦ったんですけども、原稿を見て、やはりその、団体を使った形のアルゴリズムだっていうことで、まだやることあるなっていうことで、そういう、ことがありましたけども、これは組み合わせ的な強多公式時間アルゴリズムを得たのが、我々はその岩田さんのこれですけど、岩田さんとミスター・フライシャーとで1999年に解決しております。それは同時にそのスクライファーも解決しています。であとでそのスクライファーに同時にっていうのはそのここにも名前が出てますけど、ビル・カニガムに我々はその論文を投稿したで受け付けたっていうものをもらった後にいろんな人に送ったんですけど、そのビル・カニガムがそのブレックス・クライファーからも同じようなこの問題を解いたっていう論文を受け取ったっていう聞いてそのびっくりしたんですけど、あとそのスクライファーに聞いたら、我々 その研究してることは知ってたのかって言ったら、その Something goes in the air と言って、なんか風の頼りにということでしょうけど、我々が何かやってるということはうすうす知ってたみたいですよね。もちろん内容についてはもちろん知ってないと思うんですよ。そういうことでちょっといろいろ同時にということで話題になったことであります。それでいろいろ時間なくなってきましたけども、その解決したアルゴリズムというのはその聞いた面体 の端点の突結合でその聞いた面体の中のベクトルを表現しようという、こういう枠組みで全てできてるんですね。これこの枠組みはそのビル・カニガムが始めた枠組みですけども、ここをなんとか突結合を使わずにできないかという、これは非常に大きな研究課題として認識しています。それで組み合わせ法という概念は、これもすぐに分かる話なんですけども、この2つキーがあって、1つの成分がこういう代償関係で、残りの成分がこれと反対あるいは等しいという、こういう関係を満たすような2つの木があると、こういうふうに定義した箱的な領域ですね。こういうふうに、これはこの3次元 の相和一定の、平面で見るとこんな木多面体があって、2つ木があったときにこういうふうにあると、実はこの色をつけたこんな箱領域ですね、この領域全体がこの木多面体の中に入ってないといけない、ここの突結合でできるこの線分だけが入っているというんじゃなくて、もっとこういうふうに広がった領域で、しかもこの、比較という操作だけでそのメンバーシップが決まるような、そういうものが考えられますよっていう、だこの2点 のコンビナトリアルハルというのはこういうのも考えたらどうかっていう、
で、これは何か使えないかっていうので、まあ、一つのペンディングになってますね。まあ、大体時間来たので、あれですが、まあ、いろいろやりたいことは、まだまだ残ってまして、今日お話できなかったことも、今日お伺いしているそのプリントの中にもちょっといろいろ書いてありますけど、まあ、元気である限り、まだまだやりたいと思ってますし、一緒に何かやろうっていうことでも大いに歓迎ですし、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。今日は最後にですね、実はまあ、いろんなことが書いてありますけどこれをさせて今までいろんな方にお世話になっているここで感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。